入り組んだ海岸線が特徴のリアス式海岸。南伊勢町上崎浦では76年前、高さおよそ6メートルの津波が漁師町を飲み込みました。これは皆津波で亡くなった人の皆ご用あれなんです。1944年12月、南海トラフを震源とする昭和東南海地震です。当時小学1年生だった浜地守さん82歳、慰霊碑には友達の名前が刻まれています。僕らしか一つ下の人も殴らって、ほんで浜で浮いとた人あんねんけど、お母さんがまた一つ取りにいたもんで、そこを追いついてて。南海トラフを震源域とする巨大な地震と津波は、過去に何度も繰り返されてきました。町内には江戸時代の宝永地震、安政地震の犠牲者を供養する石碑も残されています。崎川由美子さん、南伊勢町で昭和東南海地震の体験談をまとめようと聞き取り調査を続けています。本当に浜地さんにここに案内していただいて見せていただいて、本当に被害が大きかったなというふうに思います。志摩市の歴史資料館で館長を務めていた崎川さん。調査の始まりは古文書に記された津波の記録でした。高山のごとき大波となり、で矢のごとく砲玉に似て潮けぶりを立てて里の浜へ向かい押しかけと書いてありますね。津波の高さも10メートルぐらいの波が巻き起こったのよ、そんなようなことが書いてあったんですが、ちょっと大げさに書いたんかなみたいな感じで言ってたんですよね。でもその後で東北の津波が来ましたよね。もうその本当にこれは大げさではなく、きちっとしたことを正確に書いていたんやなということを思いました。大昔から繰り返されてきた地震と津波。東日本大震災をきっかけに聞き取りを続けている崎川さんの思いは、自分ごとなんです。私にとっては毎日海を見てるんですが、これもし今地震が来て津波が来たらどうするんやろうっていうことを常々考えていました。でそれでもう一回きちっと聞き取りを始めて伝えなければ